ワンダーフェスティバルにね、まあオタクたちの祭典というかね、幕張メッセで夏冬で開催されているところに行ってきまして、まあ何を買ったわけじゃないんですけどね、やっぱりオタクとしては行くべきなのかなと。はい、よく聞かれます。編集ソフト何使ってんですかと。まあ普段カット編集しかしてないんで別に何も大したことしてないんですけど、いろいろ使ってますよね。普段の動画だとAVCHD ってめんどくさいファイル形式なんで、 iMovie で粗編した後に Final Cut Pro 7に持ってって、それで、まあ、細かい編集かけたりしてますし、普段のオープニングとかこういうなんか文字がぐやぐや動いたりするのはモーション使ってるんですけど、ずっとファイナルカット使ってたんですけど、ちょっとね、10になってからこれすごい手になじまないんですよ。多分 iMovie から入った人だったらものすごい使いやすいソフトだと思うんですけど、僕ファイナルカット7から入った人なんで、ほんと使いにくいって言っちゃうと申し訳ないんですけど、ちょっとふわふわしてるんですよ、動作が。そこで年末に僕クリエイティブクラウドに契約しまして、 Adobe ですよね、勉強中です。多分僕その辺の受験生より超勉強してますよ。まあそれでもぶっちゃけ未だによくわかんないですけどね。ということで、前々からちょっとエンディングを変えよう変えようと思ってたんですけど、まあ暫定的にね、エンディングのフォーマットちょっと変えました。まずは Facebook、Google プラス、Twitter のリンクは下に貼ってあります。最近アップロードした3つのおすすめ動画です。 AR ドローンで遊んだ動画おすすめです。コメントいただいております。はじめまして、岡田さんがスーツ姿で激辛ペヤングを食べている動画以来ずっと楽しく拝見させていただいております。最近やっと動画投稿コメント等を始めたのでよろしくお願いします。私も岡田さんと同じ関東に住んでいるので今日の雪にはびっくりです。雪寒かったですね。なんか45年ぶりの大雪だったりするんでしょ、あの雪って。まあ、まだこれから降るかもしれないですけど、僕意外と雪大好きなんでね、また降ってもいいかなって思ってますけど。ということで、動画の構成がちょっとリニューアルしましたんで、まあこれでまあうまくいけばやっていこうかなと思います。